HP-32S は1988年にヒューレット・パッカードによって販売されたプログラミング可能な RPN 関数電卓であった。あるモデルはアメリカ合衆国のヒューレット・パッカードによって1987年に組み立てられた。そして1991年に生産終了となった。HP-32S は HP-15。 C プログラマブル RPN 関数電卓の伝統を受け継いでいた。しかし、HP-15C のいくつかの機能は切り捨てられた。そして、いくつかの機能は縮小された。いくつかの制限のため、HP-32S は、HP-34C を拡張したというのが、より正確である。HP-32S は、複素数、統計。 確率などをサポートしていた。HP-32SII は中置け気法、分数、そして第二のシフトキーは追加された。この機種は1991年に発売され、2002年に生産終了となった。このプログラムはユークリッドのご受報の HP-32SII バージョンである。最大公約数を求める。 2つの数値をスタックに入れてから実行する。GCD を求めたいのであれば、z ックイートキーを押 E01LBLE。E02STOA。F01LBLF。F02。F03FP。F04RCLA。F05X。F061。F07XY。F08GTOG。F09R。F10PSE。 F11XA、F12RCLA、F13GTOF、G01LBLG、G02RCLA、G03RTN、ありがとうございます。